こんばんは。現在福岡を中心に日本全国世界にも進出し、フィットネスかけるエンタメを通して健康的な社会を作ろうと活動しているパーソナルトレーナー兼フィットネスインストラクターのゆたです。今日も元気に体の勉強していきましょう。さて、今日は昨日に引き続いて腸のカビのお話です。異常増殖するとどうなるの5選という内容をお話ししていきます。さて、昨日ですね、腸のカビというお話に衝撃を受けた方はいるのではないかなと思うんですが、チェックリストを昨日お話ししているので、腸のカビがいるかぜひぜひ確認をしてみてください。で、今日はですね、昨日お話を最後にしたんですけども、その腸のカビが悪さをすると、いるとどうなるのかっていうお話をしていきます。全部で5つありました。1つ目が腸の炎症を引き起こす。2つ目が様々な有害物質を発生させる。3つ目は低血糖を引き起こす。4つ目は免疫のトラブルを起こす。5つ目は様々な悪循環を起こす。それぞれ今日は解説していきます。1つ目の腸の炎症を引き起こすということなんですが、腸には小腸っていうのがありますよね。その小腸の中に絨毛って言って柔らかい毛というふうに書いてですね、あるものがあるんですけど、その中にですね、またさらに微絨毛といって、またさらに細かい絨毛がたくさんあります。で、そこからですね、栄養を吸収したりするんですけど、一つ一つのその細胞同士が手を取り合ってつながっているんですね。で、そのつながりをカビの出す酵素で壊されてしまう、壊されてしまうというか、こう緩まされてしまうんですね。これによって炎症が起こってアレルギー反応が起こりやすくなるということがあります。簡単に言うと、腸のカビが増えていると腸にやっぱり負担をかけてしまうよ、腸の細胞を壊してしまいますよということなんですね。はい。で、次に2つ目の様々な有害物質を発生させるということですが、カビには多くの生化学物質を作るという性質があります。それで発酵食品とか薬剤っていうのを作り出すんですね。ただ、その生化学物質が体にとって有害な物質や多量になると弊害をもたらす物質が少なくないんです。いろいろあるんですが、今日は一つご紹介します。例えばアルコール、皆さんお好きですか？カビ類にはですね、糖分を発酵させてアルコールに変える、アルコールに変える力があります。これを利用したのがお酒とかワインなどの醸造ですね。これがあるから、僕はですね、お酒好きなので、幸せなんですけど、そうではなくて、お酒作りには役立つんですけども、お腹に多くのカビがいる人は糖質を取ることによって腸内でその発酵してしまうんですね。で、腸の中でアルコールが生成されてしまうっていうすごい衝撃的な事実があるんですよ。なので、お酒を飲んでいないんだけどフラフラするとか、めまいがするとか、頭がガンガンする、頭痛があるとか、吐き気がある、下痢がある、ゲップが止まらないとか、感情の起伏があるっていうような感じで、お酒を飲んだ時と似たような変化が起こっちゃうんです。ちなみに麻酔が効きにくい人っているんですけど、お酒をよく飲む人にあることなんですが、お腹にカビがいる人もこのお話ししたように、麻酔が効きにくい方もいるんですね。なので、お酒飲まないけど麻酔効きにくい人はもしかしたら腸のカビを疑ってみるといいかもしれないです。はい。では次に3つ目、低血糖を引き起こす。低血糖を起こして異常な甘いもの好きになるということがあります。お腹にカビがいると低血糖が引き起こされるということです。これちょっと怖いんですよね。で、なんで低血糖を引き起こすかっていうと、カビのエネルギー源自体が糖質なんですね。なので、餌となるのが糖質になってくるので、お腹のカビが増殖している人は、摂取した糖質をカビに横取りされることになってしまって、異常な低血糖を起こすっていうことがあります。なので、カビがですね、お腹に、例えばご飯とか食べますよね。それをカビが食べちゃうんですよ、腸の中で。で、それが吸収されずに、低血糖を起こしてしまうってことなんですね。はい。で、低血糖になってしまうと、空腹慢性の消化不良とか、あとは動悸がするとか、頻脈息切れるとか、あとは神経過敏とか切れやすいとかですね、痒みがある、皮膚がチクチクするとか、あとは手足が冷たい、疲れやすい、忘れっぽいとかですね、結構いろんな症状が出てしまいます。急激な重い低血糖で危険な状態の時は、ひとまず少量の砂糖とかを取って対処するんですが、甘いものがやめられない、それはもしかしたらお腹にカビが増殖した結果かもしれません。なのでね、ちょっとそれも疑ってみるといいのかなっていうふうに思います。
そして免疫のトラブルですが、4つ目ですね。カビは腸の炎症を起こして免疫機能を低下させてしまいます。同時に多くのカビが作り出す毒も免疫力を下げてしまうんですね。免疫力が低下すると言うまでもなく感染症などを引き起こしやすくなります。抗生物質を使う機会が多くなるということで、今コロナがありますけども、やっぱり免疫力を高めていくのはとても重要なんですね。そんな中で腸のカビが多いと免疫力がやっぱり下がってしまうので、コロナに感染する可能性も多分高くなると思います。はい。で、抗生物質を使うっていうことが あまり良くないんですけども、その腸にとっては、どういうことかっていうと、腸内細菌がダメージを受けてより一層カビが増殖するっていう悪循環に陥るんですね。はい。腸内細菌いろいろありますよね。善玉菌であったり日和見菌とか、悪玉菌があるんですけども、それらも一緒にダメージを受けてしまって、カビが元気になっちゃうっていうことがあったりするんですね。はい。なので、これがすごく良くないということです。で、セロトニンっていうのがあるんですけども、幸せホルモンですね。腸で作られてます。生体リズムを作って気分を整えて睡眠を司るとか、そういった形 のすごく重要なホルモンなんですけども、これもですね、お腹のカビが増えるとセロトニンがうまく作れなくなっちゃって、不眠などの睡眠トラブルを起こしやすくなります。その影響で免疫力を低下させたりもするわけですね。で、ちなみにさっき挙げたような不調、いろんな不調がありますけども、病院で検査してもらっても異常なしって言われることが多いそうです。なんでかっていうと、これは血管内に入り込んでいる感染症とかの問題ではなくて、腸管内でのカビの異常増殖だから、結局原因がわからないってことが言われたりするんですね。で、鎮痛薬とか抗精神薬とか、そういった薬をもらったりするかもしれないんですけども、それをまた飲むことによって免疫力が下がってくるということもあります。はい。なのであんまり良くないんですよね。はい。で、最後の5つ目、様々な悪循環を起こすということで、お腹のカビは大事なミネラル不足を引き起こします。今日なんかいろいろと言葉がちょっといろいろと乱高下してますね。はい。ミネラルには鉄、銅、亜鉛、マグネシウムとか多くの重要な栄養素があります。役割としては酵素を活性化させるということがあるんですけども、その酵素はですね、ビタミンとくっついて体にとって大切な働きをしたりもします。で、ミネラルが不足してしまうと酵素がうまく働けなくて代謝機能を低下させてしまうということがあるんですね。で、あとは鉄は皮膚や粘膜の原材料となるんですが、鉄が不足すると胃粘膜の機能が衰えて栄養の吸収障害が起こってしまうということなんですね。はい。さらに皆さんご存知でしょうか。鉄は赤血球の中にあって、酵素、酸素の運搬役をしているヘモグロビンの重要な構成要素なんです。はい。なので鉄はですね、血を作るというよりかは酸素の運搬役をしているヘモグロビンの、構成成分なんですね。はい。それはちょっと覚えてもらうといいかなと思うんですが、鉄が不足すると貧血になるということで、酸素が運べなくなっちゃうからですね。で、体に十分な、酵素を行き渡らせられなくなっちゃうんですね。酵素とか酸素とかですね。はい。で、お腹にカビが増殖していると、これらの大事なミネラル、たくさん今お話しした内容ができなくなっちゃうということで、カビの栄養分として消耗されるので、カビが作る有害物質の中にもミネラルの働きを阻害するものがありますから、やっぱりですね、ミネラルが不足してしまうということがあったりします。カビが元気になってしまうと良くないということなんですね。はい。じゃあ、次回はですね、何がお腹のカビを増やすのかについてお話ししていきますので、ぜひお楽しみにしていてください。今日は以上です。内容がいいなって思ったら周りの方にシェアしていただくと嬉しいです。またいいねマークを押していただくと励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。